飛行機だ。成田空港までもう10キロないんだね。あれ、また飛行機。うわあ、また飛行機いた。お、近づいてきました。これから日本一警備の厳しいと言われてる東峰神社ってとこに行きます。成田空港のど真ん中にある成田空港の敷地じゃない場所、こういろんな歴史的背景があって全く関心がないわけではないですけど、いろいろ何があったとか、けどあんまり関心がないです。私は単純に飛行機を間近で見たい、もうマスターみたいなところで見れる場所らしいんで、単純に私は飛行機が好き、2つ以上タイヤがついてる乗り物が大好きなので、それを見たい。前々から行きたいなって思ってはいたんですけど、なかなかこっち来る機会っていうのがなくて、ちょうど今日は帰り道なんですけど、せっかくだから。うわー、近づいてきた。あと 820m だってやった。うわー、なんかドキドキしてきた。空港工事区域だって直進方向。さあ、これ成田空港ですね。成田空港の下、滑走路の下、誘導路か、下走ってます。間もなく右方向って言ってる。うわー、すげー、なんだここ。この先行き止まり東峰神社。おー、なんか左に木、なんか警備員みたいのがいたぞ。うわー、すげー。これなんかカメラとか人感センサーっていうんですか、なんかそういうのがそこら中にあるらしくて、あ、でもなんか人いっぱいいるじゃん。人がいっぱいいました。じゃあ私も行ってみようかな。目の前に監視カメラがある。なんだ、人いっぱいいるじゃん。もっと閑散としてるかと思った。お、来た。うわ、地形。すげえ。めっちゃ近かった。おお、逆噴射の音が聞こえる。突然来るな。何にも警備厳しくないじゃんね。おお、もう来た、早っ。地形。遠くから、あ、来たなじゃなくて、すぐ近くになってからやっと気づくな。なんか横向きながら来てる。
から行こっかな。うわまた来た。関係者以外立ち入り禁ず、見学及び撮影を断り。さっきの人たちだ。せっかくだから俺もここで撮ろうっと。よし、壁の向こう側にパトカーが見えたぞ。面白い。じゃあ帰りましょう。いやー存分に見た。飛行機の腹と警備をすごくいっぱい見ました。いや面白いとこだわこれ。あーなんか撮影っぽい人結構いるね。いや想像してたよりだいぶ居やすい場所だった。座ってたぐらいだからね。でもやっぱりネットで記事見るように、おお警備の人がいるな。あらなんか揉めてますか。うん、やっぱりね物々しさはあった。壁の向こう側ですごい話してた何か誰かで、あのパトカーとか警備の車みたいのがしょっちゅう行き交ってた。でもこんな頭青紫色のやつなんかするわけないよね。怪しまれねえよね。とりあえず何しに来たか見に来たみたいな感じでしたね。いやー面白い場所だった。でもほらやっぱり警備の人がすごい。という
場所でした。興味のある方どうぞ自己責任で。私としては楽しい場所だけど、いろいろ問題のあった場所とかある場所ですからね、気をつけてどうぞ。では今回も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。